Hey, what's up, everyone? Wow. 今日はお台場からです。東京モーターショーに向かっています。そしてまずは今から可愛い子ちゃんと待ち合わせしているので迎えに行きたいと思います。その可愛い子ちゃんと再会するのは約10年ぶりです。久々に会うのでめちゃくちゃ楽しみです。気になるでしょう、どんな子か。それではまずそちらへ向かってみましょう。Here we go。ひかちゃん。ああ、10年ぶり。元気だった？はい、元気です。やったー。会えました。会えました。今日のメイン MC ですね。ひかりです。今はいろいろやってます。モデルとか、女優業とか、レポーター業とか、まあ、歌を歌ったりとか。そうでしたね。はい、10年前一緒にお仕事してました。ひかりちゃん。懐かしい。再会しました。今日はじゃあよろしくお願いします。はい、僕らが10年前一緒にお仕事させてもらったのは、はい、不動産のお部屋を ね、はい、紹介する番組、今でいう YouTube チャンネルのすごい先駆けみたいなことやってたんだよ ね、 ね、なかなか斬新な番組だったのですが、あの時に、お部屋をリポートしてくれるレポーターとして協力してもらったのがひかりちゃん、はい、さらに素敵な女性になりまして、さあ会場到着、今日の会場は東京モーターショー2019、はい、東京フューチャーステージ、こちらでね番組撮影をさせてもらうお仕事です。楽しみましょう。楽しみましょう。美味しそうなケータリング感もいっぱい、はい、後で好きなのこそしてあげるからささあ今日のステージ到着しました。おはようございます。今日のキーパーソンが揃いました。撮ってる遅いよ。あじゃあよろしくお願いします。こんにちは、完成チーム、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だんだん整ってきました。届きた完成ブース、ここがね今日の動画のね、はい、ステージになります。はい、これからの新しい車中泊の旅のスタイルを提案されている、はい、カーステイブースですね。今日はここがメインステージでいろんなゲストが登場して、日本のバンライファーが増えたのは海外で美人なサーファーのお姉ちゃんたちがバンでさビキニで写真撮ってねインスタグラムいっぱい上げてる人いっぱいいるんですよ。ああいうのを見てそう憧れて始めたっていうきっかけになった人たちはすごく多いなと思ってて、さあこんな感じで着々と撮影の方は進んでいます。今ですねたくさん芸能人の方々も取材に来ていて、後ろにも有名な方がいますが、今日はプレスデーなんでね一般公開されてないからまだそんなに人は多くないんですけど、企業として企業チャンネルとしてやっていくっていうのはその会社の仕事に特化した情報を上げていくっていうことで、他にない唯一無二のチャンネルを作っていければ YouTube っていうのはプロモーションとしてもものすごい効果を出してくるし、まあやり方によってはそのチャンネルが収益源にもなるので、そういう形でまた新しい収益源として始めるっていうことも検討されるべきではないかなということを、まあ僕はお仕事の中ではそういうふうにご説明させてもらってますが、僕の YouTube 全然登録者数増えないので、チャンネル登録、あ今バッドボタンじゃった、グッドボタン、ね、高評価、それからチャンネル登録がどっかに出てるので、父ちゃんは天然パーマをよろしくお願いいたします。はい、ひかりちゃん、3ステージ終わりましたけども、どうですか？楽しい YouTube の話とか面白かった、ね、そうね、だからひかりちゃんもぜひね YouTube チャンネル持ってやったらいいと思うなって。そうですね、うん、動画難しくないですか？さっき言ったじゃん、難しくないんだよって話、実はキビちゃんプロだから。いやそうじゃなくて、もっとライトにできるものだと僕はそれをこう世の中にみんなで YouTube 始めようっていう話をねしてます。これあとランチを食べて午後のステージがあります。はい、頑張りましょう。頑張ります。これ着きましたね、ひかりさん。肉、肉、あそして肉、肉、クレープ、クレープ、フリッツポテイト、ポテイト、おー
好きなやつ選んで、本庄興産協賛となってます。やったー、本庄興産協賛で食べ放題、はい、じゃあ一応じゃあ1000円札を1枚ずつ。あら、すげえ、はい、お使い精いあら、そう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 、お昼ご飯代、はい、いただいちゃいました。現金渡されるって大人になってなかなかないよ。お小遣いもらっちゃった。ステージにはたくさんケータリングが来てまして、好きなご飯をチョイスすることができます。ひかりちゃんは1000円札を追っかけてます。お小遣いもらったの、いただきました。お小遣いもらったの、はい、よかったね。何にしよう。私やっぱり肉食じゃないですか。これお店の名前が心焦がれる。そうです。あら、おしゃれな名前。どうぞ。お願いしたら辛味丼ください。はい、お願いします。辛味丼食べます。まずは箸もらいます。でっかいお肉が見えた。モコミチスタイルモコミチスタイル。あ、よく見たらモコミチに見えてきた。お兄さんが、わーい、わ、すげー肉だな。やほー、美味しそう。いただきます。心焦がれハラミ丼を食らう。皆さんいただきます。バンライフって皆さん聞いたことありますか？バンライフ、はい、昨日の夜知りました。昨日の夜。一番ムーブメントのさ最初作った人って誰？はいはい、がそうなんです。ちょうどこの本がまさにそのバンライフのきっかけと言われてまして、うん、これ2013年に出た本なんですけど、フォスター・ハンティントンさんというアメリカ・ニューヨークのラルフ・ローレンのデザイナーの方が出した本で、必要なものだけ、最低限の荷物だけバンに詰め込んで、うん、っていう生活の方が豊かじゃないかという、まあ、ミニマリズムの始まりみたいなんですけど、うん、そういうのを唱えて、でこんななんかいろんなちょっとおしゃれなバンのなんか写真とか含めて、うん、本とかブログで紹介して、でこの本のサブタイトルが「ヨーホーム・オン・ザ・ロード」というので、 あなたの家はあなたが車を止めた場所だっていうので、こう一気にこれいいじゃん、うん、っていう流れが来ての今です。なるほどね、はい、俺が小学校の時にもホームオンザロードのおじさんたちがいたんだけど、その人たちとは違うのかな。そうです、ホームオンザロードのおじさんとちょっとなんか、うん、タイプは違うかもしれない。そう、僕の大好きクラフトプラスさん見つけちゃいました。ありがとうございます。もうね、僕はここのジーンズディのこのシートが、前回の動画で僕勝手に紹介させてもらってますけどね、小島のジーンズ、はい、小島のジーンズで作られたこのシートがですね、僕すごく好きで、ハイエース結構レザーのシートカバーが主流なところ で、ね、はい、ジーンズ地なんですよ、デニム地、はい、しかもね、こだわられた小島のジーンズで作られてるってことで、はい、YouTube でいっぱい稼げたらクラフトプラスさんにカスタムをオーダーしたいなと思ってるんで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。いつかお世話になると思いますので、はい、その時はよろしくお願いします。父ちゃんは天然パーマっていう YouTube チャンネルなんでね、覚えてください、はい、です。すいません、ありがとうございます。いきなりギャルからむさいおっさんになっちゃいましたけど、今ここに座ってる女の子の顔がどんどん曇ってる。見た後に俺座るのやだな。どんな話をするんでしょうか。いや、ひかりちゃん可愛かったですね。そっちはね、そっちは前半の振り返りからハイボール濃い目で、やっぱりその価値提供の価値自体をね、見直しをして、本当にイノベーションを起こして、我々が本当に欲しがられるような立場になれれば、学生さんだって選んでくれると思うんですよね。欲しがるねって言われるようなね。そうそうそう。待ってましたみたいな今。いやだってさ、こんな真面目なトークのところに俺ぶっ込まれて、もっとふざけるもんだという手で俺入ってきたのに、業界の未来とかの話になっちゃって、もうこうなっちゃってるからさ、ハイボール。あっちゃったじゃん。ポケモン大社の中を巡ってみたいと思います。デートしようかね、ひかりちゃん。モンタージュデート、はい、じゃあね、今度は天気塔の方行って車とかを見てみようと思います。はい、行きましょう。楽しみ、行きます。今回全体的には4つに会場が分かれていたり、そのうちの1つね、青海天気塔の方を、はい、今回は見に行ってみましょうか。青海ホール、早速見学しに行ってみよう。
でどっち見に行きたい？行ってみましょう。僕バイルライファーなんで、はい、ちょっとバンから見に行ってみてもいいですか？はい、働く車じゃなくてライフスタイル軸で提案されるような形 で、ね、今回はお仕事ではなく趣味に特化したような形で、なるほど、はい、日数の広さを生かしていただければと思います。ですよね、はい、でこんな長い自転車でもそのまま詰めると、それぐらいこうレングスがありますよっていう。これ今回色がすごい可愛い色ですね。ありがとうございます。特別色なんですか？まだライトアップ、僕らからしてみるとやっぱり黒とか白とか白とかシルバーっていう、はい、いわゆる働く車カラーだとチョイスしにくいから、そういう可愛い色をラインナップしてもらえると、ああ乗ってみたいよねってなるかなと思いました。はい、どうもありがとうございます。ひかりちゃん、僕ね、今回一番見たい車、これなの。グランエースっていう車です。グランエース、はい、僕が乗っているのがハイエースっていうワンボックスなんだけども、私、ハイエースの後継機種になるの。新しい車です。もうコンセプトが全然違くて、ラグジュアリー系になったんだよね、この車が。いやもうめちゃめちゃかっこいい。すごいね。軽く鳥肌が立ってます。嬉しくて。プレミアム。プレミアムですよ。プレミアム。乗ってみたい。乗ってみたい。うわーかっこいい。リゾートツアラーコンセプト。ステーキ見てこれ。おーやばー。ビップビップ。これはビジネスライナーコンセプト、つまり、まあ、仕事で、重役の人たちが移動するときに乗るとか、だから多分ね、あっちの壁からはテーブルが出てきて、パソコン作業とかを快適にできるような、そういう仕様になってるんだと思います。いやーもう大満足です。かわいい。乗ることできますか？やったー。リモコンで、はい、ポチッ。うぃー、これドアもオートマチックなんですか？自動昇降が、ほらね、お願い。バンコクまで。というわけで、青海の方の展示エリアだけね、ちょっと見させてもらいました。今日は時間の関係でここまでですが、どうでしたか？やっぱりトヨタの新しいラグジュアリーなワンボックス。私もリゾートシート、もうあれはちょっと心がワクワクというか、ドキドキというか、あれこそ乗らせてくれって感じですよね。一回座ってみたかった。う、ね、はい、もう大満足。というわけで展示コーナーのご紹介はここまで。はい、それではまた、もしかしたら第2回目があるかもしれないので、その時またマースミーティングでお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Dude, that father is 10 men permed.